松原ダムは、大分県日田市、一級河川、筑後川の本川上流部に建設されたダムである。国土交通省九州地方整備局が管理を行う、国土交通省直轄ダムで、高さ82.0メートルの重力式、コンクリートダムである。1953年6月の昭和28年西日本水害による、深刻な被害を契機に、 筑後川水系治水基本計画に基づいて上流の下請ダムと同時に建設された。筑後川の治水、福岡市をはじめとする福岡都市圏への利水、及び水力発電を目的とした特定多目的ダム。ダム建設に際して起こった八の巣上紛争は日本最大級のダム反対運動としても知られている。ダムによって形成される人造庫は 地元の特産である梅にちなんで、梅林湖と命名された。1953年の昭和28年西日本、水害は、筑後川水系に、未曾有の被害をもたらし、廃線で損害を受けた久留米市等にさらに追い打ちを、かけた。これを機に建設省は、筑後川水系に多目的ダムを建設して、洪水調節を図る、筑後川水系治水基本計画に着手。 この中で筑後川本川の北軍大船長久瀬派たち、先に久癖畑ダムを計画したが町ぐるみの反対にあって、断念、現在の地点にダム建設を図った。この際に、地元住民への説明不足に橋を発した反対運動は、蜂の巣上紛争として13年間にわたり続いたことはあまりにも有名で、その後の公共事業の進め方を根本的に、 変革した。ダムは1973年に完成した。形式は重力式コンクリートダム、高さは83.0メートル、当初は洪水調節、水力発電を目的としていた。松原ダムの下流には九州電力の大仙川石が設けられている。大仙川石は重力式コンクリート石で松原発電所からの放流水を 柳又発電所と女子畑発電所とに分配する役目を果たしている。この席は一般には大仙川ダムと呼ばれることもある。ダムは直上流の下請ダムと一体で国土交通省筑後川ダム統合管理事務所によって管理がなされているが、1977年により新規利水の取得を目的に松原下請ダム再開発事業に着手した。 河川維持用水と浄水道の確保が目的に追加されたが主眼点は河川維持用水の確保である。筑後大関建設の際に福岡県、佐賀県の有明海漁業共同組合との保証交渉の中で主力である海苔量保護のために1980年11月に筑後大関建設事業に関する基本協定書が締結された。この中で 海苔生育期において養殖に重要な栄養士を補給するために必要流量の確保が義務付けられ、この養水を確保するために畜後大関と連携して、渇水時には海苔の色落ちを防止するために緊急放流を行い、海苔養殖の保護を目論んだ。陶器の渇水時には漁協の要請を受けて放流を行っており、海苔品質確保に威力を発揮している。 この他有料や畜後川湖有種の越領時、田植木にも流量確保のために放流を行う。こうして、両ダムは地水の多流域、有明海の農業業保護のために重要な役割を担っている。この再開発事業は、松原、下請ダムの多直下流にある大山川関も対象となり、流量維持のために改修された。梅林小ダム天場には、 国道212号が通過しており、ダムより南下すると、杖立て温泉を経て、阿蘇山へ行ったり、北市と阿蘇市を結ぶ観光ルートとなっている。ダム湖は、梅林湖と呼ばれるがこれは、地元の旧、大船長の特産が梅であることにちなんでおり、この地は、市村はじめ品運動発祥の地でもある。湖には遊覧船も運航されている。なお、下流で合流する赤石川には、 現在独立行政法人水資源機構によって大仙ダムが建設されている。ダムは重力式コンクリートダムで高さは99.0メートルの多目的ダムとなっており2012年に完成した。ありがとうございます。